い今日新聞の見出し、朝日新聞は、G8 崩壊、はい、読売、G8 消滅、こうなってるんですねで、読売新聞の記事ですが、G7 が開かれましたが、6月にロシアの措置で予定されていた G8 サミット、これは中止を決めました、はいで、ロシアの排除に踏み切ったというんですね。 で1994年にロシアが部分参加して以来続いていた G8 の枠組み大きな転換点を迎えた一方ロシアは固執しない姿勢を示していますので G8 消滅が現実味を帯びた、まあ、こういう記事ですで、えー、今回 G7 はですねロシアを排除したんですがその論理は朝日新聞によれば、えー、旧ソ連邦のこの崩壊後 先進国とは言えなかったロシアが、えー、G8 に本格参加して、ロシアが国際社会で積み上げてきた地位というものが、今回で失われるではないかという制裁だと、こういうんです、これがアメリカの論理だというんですね、はい、ところが、ロシアはですねラブロフ外相、えー、ロシアは G8 の枠組みにはこだわってないよ、えーえー、経済問題は G20。 安全保障問題は国連安保理事会があるからそこでいいじゃないかとこう言っているというんですよじゃあアメリカは G20 でロシアを排除できるかというとそうはいかないで AP 通信によるとロシアを含むブラジルインド中国南アフリカの新興5か国の外相たちがこの核保安サミットの合間に制裁や 脅ししには反対といいう声明を出してるって言うんですこれ、G8 のこういう脅しには反対だと言っているわけですから、G20 はですね、アメリカの意向なんかそう通らない、もともとロシアは、G8 は居心地が悪かった、プーチンさん、さまざまな意見が交わされずに、一つの意見に支配されてしまっていると、G8 にはもともと批判的だったというんですね。